はい、チャールズブルーホースです。セブンスアニバーサリーの続きやっていきましょう。エンジェルですね、リロ&スティッチ、少しの間2種類になるよって。 5.8 秒ってなかなかな時間ですよね。オズワルドは6秒だったかな、うん、0.2 秒。まあでもね、やっぱね、あの住む単体のスコアが違ったりしますからね。で、確かオズワルドの場合はあれですかね、なんか謎の物体に変わるっていうのもあるからね。これはエンジェルは何に変わるんでしたっけね。エンジェルとスプレーという、これヘンゼル。このままをどうにかしてほしい。なるほどね。チュッチュされまくってる。スティッチになっちゃうね。チュッチュされまくってる。やっぱチューって大事。チュッチュチュッチュチュ。はい。ふいふい。なるほどね。なるほど。じゃあ、やっぱりあれだよね。男っちゅうのはもう女に結局メロメロになっていくっていう、もうそういう定めなんですよね。わかるわ。俺だもんな。ってな。嫁さんがいるからなんか仕事頑張ろうとかね。嫁さんがいるからなんかこうやっていろいろと、なんか実況とかも頑張ろうみたいなね。あの結局は嫁さんが住むのにね、原動力になってるんですよ。男なんてね、女がいなければね、もうね、服も着ずにね、その辺ね、もう真っ裸でフラフラしながら歩いていく、仕事もしねえし、世の中よくしようなんて思わないんですよ。結局は全部ね、全部もう女性がいるからもう生きていこうと頑張るんですよ。結局世界はエロスでできているっていうね。ああ、しょうもないこと言ってたから時間が切れちゃう。切れちゃう、切れちゃう、切れちゃう。ああ、もう一回やりたかったのに。皆さん、世の中はエロスでできている、肝に銘じてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。